待たせしました。すいません、 iPad ダメなのかな。いっぱい人がやってるから。あ、そういうことかな。負けてる？電波で負けてる？こんばんちゃこんばんは。こんばんは、こんばんは。とね、さっきね、付箋買ってきました。そしたらエヴァンゲリオン財布があった。財布じゃない、付箋。ん？付箋、うん、付箋。見て、エヴァセ付箋かわいい。あとなんか形かわいいから買ってきた。シャボン玉みたい、かわいい。今日誕生日、おおめでとうございます。すごい、おめでとう。今日ひななも誕生日だし、めでたいですね。こんばんは、こんばんは。じゃあ久しぶりに質問コーナーします。いつも唐突なんですけど質問、とかいろいろ、質問コーナーします。あれ、うん、急に何かあればお願いします。あ、夏目さん、クマタワーありがとうございます。早速付箋を使う時が来ました。はじめまして。じゃあこのエヴァンゲリオンに、エヴァンゲリオンに書きます。夏目あやね大福さん、あやね大福、よし、ありがとう夏目さん、ありがとうございます。待って、これ付箋じゃないんだけど、裏に乗り付いてないじゃん。嘘、何これ。ありがとう。ちょっと乗り持ってこないと。乗りどこだろう。乗り、ちょっと一瞬のり探してきますね。のり、もうまあいいや、のりでつけるわ。テープとかあればいいのか。でもとりあえずちょっとのり、
糊がなかったんでテープにします。夏目さん、あ、いつもよりちっちゃい。はい、ということで第1号ありがとうございます。はい、ありがとうございます。付箋かと思った。しんじくんね、全然付箋じゃなかったです。メモ用紙、そう、ただのメモ用紙でした。まあ可愛いからいいけど、テープで貼ればいいし、こんな感じ。はい、メモ用紙、そう、メモ用紙だった。おしゃれやけど、そう、おしゃれ、おしゃれなんですよ。そう、エヴァだからおしゃれなんです。こう、そう、うん、とりあえず貼ってあります。はい、エヴァンゲリオンはロボットでしたっけ。エヴァンゲリオンはね、人造人間的なあれですよね。ロボットってより人造人間的なその立ち位置ですよね。知ってる人いない？あまり知ってる人いなそうですね。そう、人造人間なのよって私は思ってるんだけど、そう、そう、だからガンダム的なあれかなと思ったら違くて、あのね、ちゃんと、なんだろう、そう、そうなのよ。うん、人を次、人の次のあれになる人類みたいなを作ろうとしてみたいな。そう、難しい。そう、だからエヴァ自身に意志みたいのがあるし、そう、そうなの。そうだ、見た方がいい。エヴァは見てください。なんかめっちゃ良かった。難しいね、エヴァは。うん、難しかった。うん、使徒は、使徒はもう宇宙人でいいんじゃない。うん、宇宙人というか、まあ宇宙、もう宇宙人です。はい、こんばんは、こんばんは。生命体に装甲とコックピットつけて人間が操作するよね。
そうね、生命体なのか、生命体なのか、うん、エヴァってシンジ君の夢の世界の話でしょ。あ、なるほどね、そういう考えもあるのね。エヴァって逃げたらダメね。そうです、そうです。あ、全然みんなあれか、エヴァ知ってる人いないな。ね、ふわっとした人たちで喋ってるね。私も一周しかしてないからさ、完全に理解できてないんだけど。夢落ち、夢落ち夢落ちではない、それだけは絶対に言える。そう、夢落ちではない。エヴァ大好きです。あ、エヴァ大好きな人いた。エヴァって何ですか。アムロより情けないシンジ君だよね。アムロ、アムロレイ、わからない、アムロレイだっけ、それアムロさん、なんかなんだっけ、アムロ、アムロレイなの、アムロレイだっけ、わからん。安野さんの作品、そうだからさ、ウルトラマン見たかったんですけど、ウルトラマン見た人いますか。ウルトラマン見た人、安室さんはコナンくん、そうコナンくん、そうガンダムでしょ。安室レイは親父にも殴られたことないのにの人でしょ。新ウルトラマン、どうでしたか。ウルトラマン見たことないからさ、どうなんだろうと思って、そうなんかみんなの感想を聞いて見た気になるわ。新ウルトラマン、ウルトラマンってさ3分しか戦えないんでしょ。ウルトラマンとウルトラマンセブンはストーリーが違うよ。そうなの。シンゴジラ、シンゴジラはね見た、シンゴジラはね面白かったです。大人向けのウルトラマン、え、どういうこと。何、大人向けのウルトラマンって。シーンはカラータイマーなかった。あ、なんかさ、リサさんとも話したんだけど、リサさんもカラータイマーなかったって言ってた。何カラータイマーって。なんかその3分の測るやつ。質問コーナー、あやねちゃんのヒーローは誰。あ、そうだ、質問コーナーだ、そう質問コーナー、はい。私のヒーロー、私のヒーローはどうだろうな、私のヒーローは、誰だろう。私のヒーローでしょ。今それは子供の時とかはまあゾロとかサンジとかだったけど、そっから小学生でブリーチとかさ、始まるわけじゃん。そうヒーロー、そう私はもう室谷藤四郎が大好きだったね、その時は。そうプリキュア、プリキュアプリキュア見てたけど、そうプリキュア見てたけど、あと記憶のないぐらいの時はもう仮面ライダー大好きだったね。ファイズ、ファイズ見てた。
そう、私のヒーローか、なんかヒーローっていうか、なんかなんだろう、まあヒーローか、好きってことはヒーローか、そういっぱいいるわヒーロー。そうだからエドもそうですし、ハガレンのエドもそうですし、そう悠々白書は見てないですね。そうね、あとなんだろう、あとね、すごいめちゃくちゃ好きななんか海外ドラマがあったんよ、なんかディズニーチャンネルみたいな、そうそれね、なんかあったかな。そうでもほんとね、ちっちゃい頃の記憶忘れてます。でも今のヒーローは、今のヒーローはどうしようかな、今のヒーローはね、どうしようかな、今のヒーローは何にしよう、今のヒーローは爆豪かな、かっちゃんかな、やばい、かっちゃんかもしれない、かっちゃんかな、いやかっちゃんにしよう、そうしよう、うん、やっぱかっちゃんですよ。見ました、今日のジャンプ見た人、いや本当にここではあのネタバレとかあの知らない、知らない、もう知らない、かっちゃん今の戦隊もの、ドンブラザーズヒロアカ終わるらしいね。まあそれはいつかは終わるでしょう。かっちゃん、タッチのかっちゃん、違う違う、ヒロアカ、ヒロアカのかっちゃん、タッチは知らない、タッチはあれでしょ、朝倉みなみを愛してますってやつでしょ。多分さ、そのタッチ見てた人たちがさ、タッチ知らないのってさ思うようにさ、多分私がさもっと大人になってさ、なんかめちゃくちゃ流行ったやナルトとかさ、ナルト知らないのとかさなりそうね。なりそうです。タッチ世代は50代だから、あ、じゃあそっか、私が50代ぐらいなんないといけないのか、じゃあまだまだですね。ドラゴンボールは知ってますよ、とりあえずアニメの、昭和の名作読んでくれ、何ですか昭和の名作、何ですか、おすすめ教えてください。ドラゴンボールはね、あのちゃんと見たことないけど大体の概要は知ってる。うん、悟空とブルマが結婚してご飯が生まれて、そうで、なんだっけあの人、トランクスは人造人間17号と結婚して、誰が生まれるんだっけ、そうブルマじゃないの、あ、ブルマがクリリン、へえ、そうなんだ、じゃあ悟空は誰と結婚したの、父と結婚、ブルマの旦那はベジータなのよ、あ、あ、そうなの、17号とクリリン、そうなの、
そう、全然知らなかったわ。じゃあすいません、なんか知ってるとか言って、全然知らなかったです。はい、複雑。それでスーパーサイヤ人になって、フリーザを倒しに行くっていう。ピッコロは敵だと思ってたけど実は仲間ブルマとベジータの子供がトランクス。あ、そう、トランクス、そうだ、トランクスは息子か。で悟空と仲良し、ごしゃ、ご飯と仲良し。な気がする。そうね。で昭和の名作ってなんだろう。昭和のランマとか、ちょうどなんか100均行ったらね、なんかランマのコラボアイテム見てた。そう、ランマ可愛いよね。お父さん、ランマ2分の1、あれは昭和。トランクスの師匠がご飯。あ、紛らわしい。なんでそりゃ、紛らわ。紛らわしい。最初の天下一武道会の頃が一番面白い気がする。いやー、何でもそうなのよ。アニメとか漫画ってやっぱ最初の第一関門が一番面白いよね。うん、わかる。ランマは昭和。あ、本当？じゃあランマ2分の1見てたわ。なんかアニマックスとかで。そう、あれ好きだった。じゃあ犬は、犬夜叉は、犬夜叉は平成？ハンターハンターは50年ぐらい連載してます。50年は嘘でしょワンピース、ワンピースって平成じゃない？あ、セイントセイヤね。セイントセイヤはちょっと見てた。ドクタースランプ、あられちゃん面白いよね。犬夜叉、犬夜叉平成、犬夜叉見てたよ、めっちゃ。でも鬼滅はラストの無限城が一番盛り上がった。あ、確かにそうだね。いやでもさ、でも第一ピークじゃない、鬼滅。あそこ長かったけど、でもやっぱ天下一武闘会もさ、あれじゃん、どんどん倒してて、どんどん倒してってって感じでしょ。だから鬼滅もさ、やっぱ第一関門が無惨だったからさ、めっちゃ盛り上がってそのまま終わったから、そう、よかったよね。こんばんは。ドカベンキャプテン翼、は全然見てないです。こち亀、いやこち亀はさ見てたよ、めちゃ見てた。うん、こち亀昭和なんだ。昭和か。両津勘吉、キャンディーキャンディー、分からん。キャンディーキャンディーってなんだろう、分からんかった。あー、カードキャプターさくらね、すごい見てた気がする。小学校の時ぐらい。でもなんか本当に断面しか覚えてない、断片的なあれしか覚えてないんです。何見てたかな。昭和でしょ。でも本当にアニマックスで見てた。
こんばんは。こんばんは。カードキャプターさくらは平成だね。だって高橋留美子先生ね、高橋留美子先生のは割と見てると思う。多分アニマックスって何？え、なんかアニマックスなんだろう、なんだ BS だっけ、なんかすごいなんかで見れるんだよね、その契約、あの課金、なんか今で言うネットフリみたいな。え、違うな、今もあるもん、ずっとアニメだけ流れるチャンネルみたいな。 CS かな、あ CS だって。ルパン三世昭和、あルパンはね、多分 全作品見てるぐらい見てると思う、映画とか。ルパン大好き、ルパン見てる。藤子ちゃん、そうルパンはさ本当になんかいいよね、なんか全部爽快って感じ、すっきりって感じ。でも結局さお宝奪わなかったりさ、そういつも出てくるさ女の子が可愛くてさ、なんかその子を結局助けてみたいな感じじゃん。だからそれが好きだよね、ヒーローやん。カリシロが一番、カリオストロの後ろ、あれだけジブリなんだよね。そうあれはもう本当にあれはなんだろう、めっちゃいいよね。でもやっぱジブリ感が出るけど、めっちゃ良かった。そう友達がなんかこの間初めてカリオストロの城見るみたいに言ってて、え今まで見たことないのってそう言って、でも本当いいよねあれは、なんか心温まると言いますか、ルパンいいやつってなる。とっちゃん、そうとっちゃんもさめっちゃ優しくてさ、そういい男しかいないってなる。あれは盗んだのはあなたの心です。とっちゃんそんなロマンチックなこと言うんだと思って、そう最初見た時思ったけど、そうめっちゃ良かったよね。クローン人間、一作のバーサスクローン人間が好き。あクローン人間見た、マモーだっけ、そうめっちゃ見、うん何回か見た気がする。マモー、そうそうそう、ルパンね。今なんだろうね、昭和のあれ、昭和アニメ、うん、もうドラゴンボール1位だって、ルパン2位、銀河鉄道39、明日のジョーとかね、明日のジョーもね、なんとなく見てたな。シティハンターも見てた。じゃあほんと全部じゃないけど、なんか全部ちょこちょこ見てる。デビルマン、筋肉マン、あ筋肉マン
見てたよ、すごい。記憶がわかんない時、母を訪ねて三千里、懐かしい。これを 見ました。三千里してた。あ、トムとジェリーもここに入るの？トムとジェリーだって。おもろ。一番好きなのはマクロス。マクロス、ね、歌だけ知ってる。ライオンと青函飛行だけ知ってる。マクロスは昭和の話になるとコメント多いな。あ、みんな昭和？フランダースの犬、あ、フランダースの犬は泣いちゃった。泣きますね、泣きますね。そうなんですよ。よいしょ。アドラッシュ、アドラッシュ、ドラスカルも悲しい。ラスカルも本当に見た時衝撃だった。そう、えエヴァはテレビシリーズ、エヴァはね全部見た。あ、見てない、全部見てないかも。うん、うん、いや見たな、見たわ、全部見た。こんばんは、こんばんは、こんばんは。最近おすすめアニメ、最近おすすめのアニメはですね、何がいいかな。最近おすすめでしょ。でもスパイファミリーはみんなまあ見てるじゃん。スパイファミリーでしょ。あと今何やってんだろう。今の時期は見てなくて、あとね、王様ランキングは本当に面白かったね。面白かったです。最近の、最近だと、最近おすすめアニメなんだろうな。でもラブライブはいいよ、本当に。ラブライブ見ようと思う、私も。今やってるやつ、そう、サンシャインまではした見たから。そう、ラブライブはねやっぱちょっといいなと思います。
大丈夫ます大丈夫ます。 あと週末のワルキューレ面白い。週末のワルキューレ、鬼滅、あ、鬼滅も面白いと思う。ワンパンマン、ワンパンマンもおもろいし。そう、何見てきたっけな自分。ラブライブなんとなくハードルが高い。そうですか、みんな見てるよ。テンスラ見てないです。転生物ね見てない。転生物はなんかちょっとみんな見る気しない。なんか転生物かーってなっちゃう。そう、とある魔術のインデックス、レールガンは見た。レールガン SS はだけ見た。パリピ孔明、あ、パリピ孔明面白いらしい。そう、リゼロはね、なんかね十何話かまで見たんだけど、そうやめちゃった。そうね、私が好きなの結構ちょっとずつ前なんだよね。そう、割と最近のやつわかんないんだけど、そう、黒子のバスケとか、あと歌のプリンス様っていうのめっちゃハマってて、そうめっちゃ前だけどもうハマってたし、歌プリはいいよ。歌プリちょっと見て、本当何も考えず見れる。そう、歌のプリンス様。そうね、あとあのフリーってやつもめっちゃハマってたね。うん、水泳漫画なんだけど。プリンスが歌うのかな。そう、歌のプリンス様だから、歌のプリンスだよ。あとなんだっけな、何見てたっけな。あの時代なんだろう、なんか俺がいるとかも好きだったな。なんかちょっと10年ぐらい前の深夜アニメのがめっちゃ好きかも。いや、10年前ぐらい。うん、可愛い子が出てくるもの、あ、可愛い子ならね、あの私一番生涯一生推しなんだけど、はがない僕は友達が少ないっていうあのやつめっちゃ可愛いよ。うん、おすすめ。うん、俺がいるも可愛い。あと可愛いって言ったらなんだろうな、可愛いやつ、ね、あれなんだっけ、
あーすごい、なんだっけ、別に可愛いとかじゃないけど、青のエクソシストとかも好きだった。青エク好きでしたね。ちょっとなんか調べよう。もう自分の記憶からはもう探し出せない。はがない懐かしそうな、懐かしいよね、はがない。そうなの、そうなの。アニメ、でも可愛いのがいいんだったらもう本当にラブライブとかじゃない？ラブライブ。あとはまあ。そう、本当昔だけどブリーチとか鋼の錬金術師とか、でもその辺なんだよね。でも最近のがあんまりちょっと分かんないかも。あとなんだっけ好きなの忘れちゃう。あと宝月の冷徹とか好きだった。僕だけがいない街、僕だけがいない街も良かった。あれは本当に好きだったね。あと可愛い系だったらヨーコ、ヨーコって、犬ボク、いつもヨーコって言っちゃう。犬ボクとか、犬ボク好き。あとマギか、窓マギ、そうそうそう、窓マギもねめっちゃいい。なんか懐かしいわ。ほおずき懐かしいよね。窓マギはスロットするからわかる。いやスロットで、スロットか。いやちょっと犬ボクは懐かしいな。ちょっと犬ボク見たいな。まあ最近だと呪術廻戦とかね。私ジャンプ派なんであれなんですけど、ほぼスロットから。へえ、そうなんだ。その辺だと、あ、俺今、あー俺もね見てない。私あれ好きだった、なんか猫のやつ、変態王子と笑わない猫だ、変態王子と笑わない猫、そうあれ好きだった。あれかわいい。あの辺のねやつ好きなのよ。あの時代あのあとね、あれ好き。クジラの子らは、クジラの子供らは砂上に歌うみたいなやつ、知ってる？ちなみにもうそろそろ19時、そう19時なんだけど、
遅く始まっちゃったのでまだちょっと5分10分ぐらいは大丈夫です。とりあえず私が好きだった頃のアニメを思い出したい。まあソードアートオンラインとかね、そう、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、なんだろうな。この辺、2013年ぐらいかな、私が見てたやつ。2013年で調べるわ。あ、その時代あれじゃん、0048とかもやってたじゃん、 AKB の。わあ、懐かしい。あ、カーニバル、カーニバル見てたわ、夏。全然わかんない、わかんないよね。でもあと教会の彼方や、面白かった。教会の彼方、教会の彼方ってやつがね、それをおすすめ、めちゃくちゃおすすめ。え、バス、黒バスもこの時代だったんだ。でもそっか、見てたもんな。懐かしい。なんかこれ見てたなーってなるけど、なんか全は思い出せないかも。いい、あとローキューブ、ローキューブ知ってます？ローキューブローキューブ、なんか小学生がバスケする話、あれ可愛くて好きだったけどね。そう、いい夏。にゃるこさん、にゃるこさんとか見てたな。そう、でもこの時期だね、フリーが始まったのは。うわ、なんかすごい、とりあえず全部言ってくわ。ブラッドラットとかも見てました。ブラッドラット知ってる？ケンオン、あ、もうケンオンもね見てた。あとマシンドールは傷つかない、これめっちゃ好きです。マシンドールは傷つかない、懐かしい、懐かしい。すごい今は自分で勝手にエモくなってます。勝手にエモさに浸ってる。そう、でも本当にローキューブ見てみてちょっと面白いからよし、じゃあこの辺にしとくかな。アニメ話はすいません、勝手に盛り上がってました。そう、バスケ部でした。嘘やん、
これはゾンビですかは知ってるか、これはゾンビですかは知らないです。はい、というわけで今日はねこんな感じで終わっちゃうんですけども、はい、これこそあやねルームだからね、まああんまり褒められてる気はしませんが、はい、これがこんな感じなので、はい、そうですね。でまた明日、そう明日ですね、まあ10分ぐらいまで大丈夫か。はい、なので今日もねありがとうございました。はい、アニちゃん大好き、ありがとうございます。そう、私もいっぱいお話できて楽しかったです、今日も。はい、じゃあ明日もねまたスケジュール決まったら出すので、はい、それでぜひぜひ遊びに来てくれたらいいなと思います。今日もお疲れ様でした、ありがとうございました。はい、10分になったらランキングも。みんなはご飯何食べるんですか？そう、私はそろそろお腹が空いてきたんですけど、はい、みんな夕飯食べるのかな、これから。カレー、あ、カレーいいですね。豚丼いいね。麻婆豆腐、焼きそば、おお、月見とろろそば、絶対美味しいじゃん。カップ麺、あ、カップ麺はね、ほんとたまに食べると美味しい。お好み焼きともんじゃ、あー、やばい、お好み焼きともんじゃ食べたい。もんじゃ食べたい。どうしよう。焼き鳥で一杯。おー、いいですね。お酒飲んでる。おー、いいね。納豆が、おー、健康だ。酢豚いいですね。私今日さ、そのお昼ご飯、ご飯、朝ご飯、どっちだっけにさ、そのママにタコあるよって呼ばれて、タコ好きなの、タコ海鮮好きなんだけど基本で、なんかタコとキュウリの酢の物をよく作ってくれるんだけど、ママがそれ食べたいって言ったら自分で切んなってなって、だから自分でタコ切ってキュウリ切って、でママがその酢の物のタレ作ってくれて、そう、それ食べましたね。ちょっと料理しちゃった、プチ料理。そう、えらいえらい、全然料理じゃないけど、絶対そう切っただけですけど。そう、でもタレの作り方さ覚えたから、今度から自分で作れます。タコ大根、タコ大根、え、美味しそう。ブリ大根好き、ブリ大根はねめっちゃ好きです。ローキューブで合ってる、ローキューブ、うん、すごいちゃんと調べてくれてありがとう。はい、それです。ローキューブは本当になんかネタだと思って、ネタじゃないけどなんかすごいマジで本当にいいよ、いいよっていうか、うん、面白いです。お、10分になったのでランキング読みたいと思います。はい、13位、あやねのことが大好き、ずっと好きでいたいあやね大福さん。13位、違う、ん、
変わっちゃった。13位ゆうすけさん、12位カルカン猫まっしぐらさん、11位グリオさん、10位カズさん、9位 YSA73 さん、8位ターニーさん、7位ヤスベイさん、6位チャトロワイちゃんマンさん、5位ヤスさん、4位お父さん埼玉さん、3位大好き姉大福さん、2位くまくまちゃんさん、1位夏目姉大福さんです。夏目さんありがとう、かわいい。夏目さんありがとうございました。楽しい配信をありがとう。私も楽しかったです。ありがとうございます。今日は TikTok 撮ったのであげれると思います。はい、ということでお楽しみに。じゃあまた明日、バイバーイ。ありがとう、みんなちゃんとご飯食べるんだよ。バイバーイ、バイバーイ、ありがとう。